ああ、車掌。セーラムにも戦闘訓練をさせようと思ったのだが、何かできない事情でもあるのか？私などがフィンチリー様に剣を向けるなど、恐れ多くてできません。なるほど。では素振りをしてみろ。それならいいだろう。はい、参ります。なかなか筋が良さそうだぞ。本当に初めてなのか？もうよろしいでしょうか。いやいや、まだまだ。私の剣を受けてみよう。ド素人でそこまで動ければ上出来。鍛えがいがあるな。ありがとうございます。もう終わりでもいいでしょうか。いたします、車掌様。ご加減はいかがでございますか、車掌様。おいとおしい。あまりご無理をなさらないでくださいね。どんな魔法も薬も疲労と老いと死は治しがたいのですから。魔法とは不可能を可能とする技術ですので、絶対に無理とは申し上げませんが、必ず奇跡にはその対価を支払わされます。ゆえに車掌様、疲労と老いと死をなるべく遠ざけるよう心がけて暮らすべきかと存じます。ああ、いえ、これは偉そうなことを申し上げました。私のような汚らわしい魔女が車掌様のような立派な方にお説教をするなど不遜でしたね。この性格は生まれつきというか、魔女の森で受けた教育の結果でございます。ご不快でしたら申し訳ありません、車掌様。はい、それもあります。風の噂で車掌様が病床にいると聞きつけまして、いても立ってもいられず、私の知識や技術がお役に立つこともあるのではないかと。それと車掌様に一つご報告したいことがございまして。車掌様は意外と寂しがり屋さんでございますね。私でよろしければ、フレイマリンに伝わる千夜一夜の物語のように幾久しく語り続けましょう。ともあれ、お言葉に甘えて、まず先にご報告だけさせていただきますね。車掌様、実は私のお腹の中に車掌様の赤ちゃんがいるのです。この辺りは森が鬱蒼としていて、なんだか嫌な感じがしますね。そうですか？とても心地いい風ですよ。なんか生暖かくて気味が悪いですよ。申し訳ございません。私のような癒やしい魔女が巫女様のおっしゃることに口答えなど。いえ、そんな感じ方は人それぞれですから。いいえ、私は巫女様に対して、はい、そうですね、死んでお詫びします以外の言葉を発してはいけないのです。決してそんなことはありませんよ。それに最後のは過激すぎませんか？ですから
お願いです。もう火炙りにするのはあれっきりにしてくださいまし。前に火炙ったことがあるような言い方はやめてください。車掌殿、このままでは私風評被害ですごく悪い子だと皆さんに勘違いされてしまいます。未だに完全に迷子になったままです。私があの魔獣の出現に大騒ぎしてしまったばっかりに。そこで私がセイラムさんの叫びを聞いて右往左往してしまって、私が何とかしてみせます。車掌様、いかがしました？ぼーっとしておられますね。はあ、何度も申し上げるのも妙に気恥ずかしいですが、車掌様の赤ちゃんができたのです。私に赤ちゃん、赤子、赤ん坊、やや子、胎児、ベイビー、どのように表現すれば正しく伝わるかは分かりかねますが、お腹の中に私と車掌様の愛の結晶が宿ったのでございます。要するに私は車掌様に妊娠させられてしまったようです。車掌様、言葉の意味は伝わりましたでしょうか？すみません、私どうもトンチンカンな物言いをしがちと申しましょうか。こちらが普通に話していても相手に伝わっていないことが多くて。いや、急に大きな声を出さないでくださいまし。驚きましたけれど、実際人体への負担という意味では腰痛よりも妊娠の方がやや多大ですので、正しい発言かと思われます。腰痛どころではございません。はい、このようなことでさすがに魔女の私も冗談は申し上げません。お疑いなら確たる証拠を示しましょう。車掌様、私のお腹に触れてくださいまし。赤ちゃんの鼓動や胎動が聞こえるはずでございます。ああ、服越しだと聞こえづらいでしょ。脱ぎましょうか。それと手を添えるだけでなく、どうぞ遠慮なく私のお腹に耳を触れさせてくださいまし。直接肌と肌で触れ合いましょう、車掌様。ほーら、パクンパクン、聞こえるでしょ。私たちの赤ちゃんの鼓動が伝わるでしょ。赤ちゃんが手足を動かしているのが。私たちの赤ちゃんでございます。未熟者ゆえ子育ての自信はございませんが、きちんと産みますね。責任を取れとも、あなた様に愛してほしいとも申し上げません。ただせめて喜んでくださいまし。おめでたいことなのですから。車掌様、車掌様。はい、セイラムでございます。ゆっくりお休みになっておりましたね、車掌様。
ほう。少々ばかり寝ぼけているようでございますね。それとも、お熱があって上事を語られているのでしょうか。私、よろしければお薬などを煎じますよ。ハニー？あの、車掌様、それはどのような意味で。いやあ！何をなさいます！ご勘弁くださいまし、車掌様！と申しますと？抱きしめてはなりません！背徳的でございます！どうか勘弁してくださいまし！私ども魔女は世の裏側を歩む存在とはいえ、車掌様は正道を歩まれる方。このような陰頭な振る舞いは。おかしいのは車掌様でございます！一体いかがされたのですか。寝ぼけているにしても行き過ぎかと存じます。正気に戻ってくださいまし。車掌様は高潔な尊敬できる方でございます。私ども魔女のように堕落してはなりません。夢と申しますと、確かに車掌様はこんこんと眠っておられましたが、なぜか通路で気絶されているのを見つけた私が、とりあえず自室に運んでからずっと。いえいえ、けれど、どのような夢をご覧になっておられたのでしょう。夫婦がどうとか、おっしゃっておりましたけど。車掌様には、私とそのような関係になりたいという願望が、夫婦になって、赤ちゃんは。それは非常に光栄ですけれど。いえ、もしかして。ああ、やはり。申し訳ありません、車掌様。すべては、私の不手際でございます。はい。実は私、気絶した車掌様を目覚めさせようと、手を尽くしていたのですが、触診などをしてみたところ、どうも車掌様は腰を痛めているご様子で。はい、座り仕事でございますしね、致し方ないことかと。腰痛は魔女の一撃とも申します。気絶されていたのもその痛みによるのかもしれません。ともあれ、腰痛の治療薬を作る際に用いた材料の一つから漂う香りに、いろいろと副作用がございまして、おかしな夢をご覧になったのもそのせいでしょう。換気もせず、車掌様へのお気遣いもなく魔法薬を作り始めた私のトガでございます。大変申し訳ありません、車掌様。さぞご不快だったでしょう。夢とはいえ、私のような魔女と結婚するなど。私を気遣ってくださるのですね。車掌様はお優しい方。ありがとうございます、車掌様。車掌様はいつでも何度も同じようにおっしゃいましたね。力強く励まし、卑屈な私を鼓舞し、夫として、父親として、優しく導いてくださいました。あちらの歴史を捨て去らずに、あのまま暮らすことも可能だったのですけど、そうせずに、こちらに戻ってきてしまったのを悔やんでしまいそうです。ほんの冗談でございます。笑うと腰にも響くでしょうし、不謹慎な魔女ジョークは控えますね。車掌様は何も気にせずに、どうぞ安静になさってくださいまし。ゆっくり眠って、良い夢をご覧ください。その夢が、この現実よりも素晴らしいようなら。夢とうつつを入れ替える魔法も、私は存じていますから。そうしなかったことを。
後悔してしまいそう。私の赤ちゃん。魔女は胎児を生贄に捧げ、サバトを催すものですけど、私も一人前の魔女ですね。そう言って褒めてくださいまし、車掌様。